立憲民主党の副代表で国対委員長代行の衆議院議員の原口和弘です。国会、今日の国会の動きをご報告をいたします。昨日の所信表明を受けてですね、今日は明日の代表質問、ここに向けての準備をしています。でえー、先ほど立憲民主党の常任幹事会が開かれて、枝野代表の挨拶のもと、 あとお、さまざまな議論をいたしました。私たちの大切な同僚である同志である畑雄一郎さんが亡くなりまして、その後の幹事長として、森裕子さんが幹事長、参議院幹事長に就任するということが正式決定いたしました。えー、またあの、さまざまなあ地方組織ですね、そういう組織もお立ち上がってきていて、それから、あの 宮古島市長選挙ですね、私たち立憲民主党が推薦した新人候補、えー、しっかりと当選をしてくれて、各地域、えー、組織をです、ね、まとめていくあの、さらにさらに統制拡大をしていくと、でこういう状況なので、えー、ズームで、えー、行いました。私はあの、えー、議員会館にに行かずにです、ねこの 国会の中の中部屋から参加をいたしましま、えー、来年度に向けたあの党大会で出す予算についても、えー、その概要が説明をされ、えー、政策方針それから、えー、法案こういったものについても説明がありました、えー、私たちはですね153人という、えー、大きな所帯になりました でさらにさらにこれを広げてですね、えー、昨日安住委員長からは、今あの、ライブ対談をですね、特に、えー、新人、元職の皆さんにを中心にやってますが、一、えー、期生、えー、現職についてもやってくれという要請がありましたんで、えー、この後、時間を見つけてですね、やっていきたいと思います。もちろんあの地元、佐賀の現状もですね、 あの高校で、佐賀工業高校でクラスターが発生するなど、本当に目を離せません。で、やっぱりこれ、あの今日のこの新聞をずっと見てると、もう自民党の中でもですね、なんでこんなに水際が遅いんだと、えー、感染経路のわからない B117 ですね、これあの、イギリスで発見された。 変異株、これが静岡で3人の方がの感染が確認されたということで、やっぱりこの遅い、ピントがずれている、危機感が乏しい、このコロナ対策、今の菅政権のですねコロナ対策では、もう本当にそのみんなが経済を止められて苦しむという状況であります。これをしっかりと 変えていくんだという強い決意、それからあの政府・与野党協議会あの、そうは言っても変わるまでに、あと9ヶ月あるわけですね、衆議院の任期は。で、その間にはいつか解散があるわけですけども、変わるのを待っていたら、国民の皆さんの命と健康、そして暮らしも守れない、その間、私たちも積極的に法案をですね、あの今日対決姿勢とか、面白おかしく書いてるところがありますけども。 もう、対決じゃないいですバイパス姿勢とううふうに書んていうかな、無能無策、無為無策のところは、バイパスを作ってですね、国民の皆さんに届けると、それから政治と金の問題も、これあの、郷原先生があの新聞に書いておられましたけども、もうとてもじゃない、あの安倍前首相のですね、 説明ではあの辻褄が合いませんでももうこれあの、かかずり合ってる暇がないです、まずはあの国民の命のおと暮らしと健康、これを守るということで、どうかあのお朝も申し上げましたが、自民党さんはご自身で調査をなさって、国会にあの皆さんがこれまでこういうあからさまな、まあ、虚偽ですね、虚偽をどうしてこの、お 見逃して、そのままでいいと思ってこられたのか、どうぞご自身で襟を正されて、調査をして報告をなさってください。私たちは、まずは、もうこの日本がですね、大変落ち込み、落ち込み、落ち込みしている、もういまだにまだ、あの、カジノだ、Go2 だと、Go2 にですね、第三次補正、1兆円以上を積んでいるわけですね。 それも本当にその考えられないと思います。私たちは2回目の,あの医療従事者の皆さんに対するです、ね、医,療金医療従事者を中心としたエッセンシャルワーカーというんです、ね、その現場で働いておられる方々、その方々にえあの医療金を出すという法案をですね、昨日提出しました。どうか与党のの皆さんももこの特措法も 去年の12月2日に改正案を出してますもう、二言目には罰則とか、二言目には刑事罰っていうのはやめてください。よくその専門の方の、それから歴史を学びましょう。皆さん、よく保守だとおっしゃるんであれば、感染症法、この感染症の封じ込めの歴史の悲惨さ、そこで学んだこと、日本人が、そして世界が学んだこと、 それをベースにあの法改正しましょうよあの、自治体と中央政府で責任をなすり合うようなあの、それは分かりますよ、この関東圏の首長を見ても、まあ、大野さんや一部の方を除けばですね、いや、どうかなと思うって、皆さんの思いは伝わりますよ、もっと知事がちゃんとしてくれればというのをおっしゃってる方もおられますからねでもね。 やっぱりデータを持ち、権限を持ち、財源を持っているのは中央政府ですから、中央政府がしっかりやるということで、皆さん、あの、協力するとこは私はずっと協力してますから、ただ、協力してくれだけじゃやっぱりダメでしょ。協力するからには、ちゃんとこっちが言うことも聞いてくれないと。その、1ヶ月も2ヶ月も放置して、そして、 世論がこれじゃダメだって言ってから動くっていうんだったらです、ね、国会議員の意味がないですね、だからぜひそのことをお願いし、えっと、このあと、両院議員総会、これもズームでやります、もういや、153名ですから、もうとても集められません、えー、そうですね、もうバイパス、もう皆さんバイパスです、バイパス、で新聞にも反発とか対決とか書いてあったら、それ違うよと。 もう、あの、ここを通してたんじゃ。とてもじゃない。助からない。もう待機をされてる方、自宅療養をされてる方。あの、今日もですね、何人か自分たちの現状を。あの、こうやって、皆さんに知らせたいという方も出てきました。また、あの時間を見つけてですね、やらせていただきたいと思います。それじゃあ、ごきげんよう。それから、えっと、土日にかけてですね。えー ズームでこんにちは原口和弘っていうんで、地元のですね、皆さんのところにスタッフがお邪魔をして、そして、ズーム会議を皆さんとやらせていただきます。今週末はえ佐賀市、旧佐賀郡の方にお邪魔をすることになりますんで、日々のお暮らし、あるいは政策、そういったことについて、また今年、 今年度もですね、なかなかその災害があって、えー、作物、海の状況もちょっと心配をしています。えー、皆さんからご意見をいただくということを地元と全国でやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、ご言いを。